はい、どうもゆうきです。ロックマイクでトランスミッション実況プレイ続きやっていきましょう。ゼロアカウントを目指して前回なんか重力のエリアに行きましたね。ちょっと楽しかったです、ボス戦が。で、今回はさらにその奥地へと進んでいきたいと思います。ゼロアカウント目指してそろそろ出たりとかするのかな。まだなのかな。ロックマンが結構限界っぽかったから心配なんですけど、とりあえず分岐のとこまで行きますか。で、ここの上が、データだけこういうのはね、ちゃんと回収していかないといけないんだよ。フレームブレード何気に強いじゃん。さっき言ったのが上だったんですけど、今回はこの下 Y で解除できる。 OK。 この下は、あ、まだ先があるな。 Z があるのか。じゃあまだしばらく続くな。まあいいや、行きますか。ロックマンが限界になっちゃいそうだけどね。大丈夫なんですかね、そのところは。行きましょう。今度のエリアはどないな感じになってんのかって話なんですけど、無重力エリア？あれ？あ、ここすごく処理が軽いよ。ロックマン大丈夫なのか？ゼロウイルスの影響自体はなくなったわけじゃないけど、ここならもうしばらく持つと思う。あ、よかった。ラッキー、ついてんじゃん。あ、でもネット君、このくらい処理が軽いと、ちょっとジャンプしたつもりでも、すごい高さまで上昇しちゃうかもしれないよ。つまり無重力エリアだな、ロックマン。ジャンプするときは気をつけるんだぞ。あー、なるほどね。あー、結構飛ぶね。飛んで飛んでだね。だいたいこういうの反対側にアイテムあるんだよね。ロックマンシリーズ、もうだいたいそうだから。これでフレームブレードもサンキュー。じゃあ行ってみるか。ちょっと楽しそうですね、このエリアは。はい、飛んでいく。で、あ、スペースユラ似合うね、このステージ。ユラユラしてるのがね、まあ、ユラだけにって話なんですけど、それは置いといて。お前、早速そういうやつかよ。チップ変えるのもゲージ溜まったからいいけどさ。いいけど、早速そういう感じ。フォレストボムならまあ問題なくいけるでしょう。一応、ラビリングとショックウェーブあたりも持っておくか。で、フォレストボムで、オッケーオッケー。オーラ剥がしはね、だいたい攻撃力100以上あればいけるっすからね。あ、トゲがある。ちょっと待って。あ、ヨーヨーじゃん。ヨーヨー好きだったな、エクゼ2でヨーヨー。それは置いといて、それは置いといて。これトゲ触れたら即死パターンか。なるほどね。ジャンプしすぎて即死が全然あるよっていうことか。じゃあジャンプをうまいこと調整しなきゃいけませんね。こうして、ああいうところもジャンプしすぎるとヤバかったわけでしょ。任せとけ。そういう死に方60最近やってるからね。結構してんだもん。ここも倒しておいて、あれなんだよね、フォレストボムってさ、2だからか知んないけど、知んないけどっていうか、そうなんでしょうけど、結構容量食うんですよ。だから連発ができないっていう、ちょっとややこしさがあるんですけど、こいつバスターで倒せんのか、初めて知ったわ。こう言って、はい、こう、うわー、Where from? I'm from 横浜。こうして、こうして、こうして、あそこ捕まりたいけど捕まれないな。ちょっと待って、こうポーン飛んでいく、ポーン飛んでいく。あの下アイテムあんのか。ちょっと待って、心配だな。一応見るか。アイテムありそうだな。一応ゼニーはでも貴重だからな、回収しとくか。こうして、オッケー。あ、バックアップチップ、助かる助かる助かる。これバックアップチップが残機増えるやつなんですよ。めっちゃ助かる。メモリアップ、あ、来てよかった下。恐れをなして来なかったらこんなものはつかめなかったわけです。やっぱり勇気が大丈夫な、大事なんですよ。勇気が大丈夫ってどういうことだ。それ大丈夫博士か。 OK OK、 いける、よし。これでキャノンは使え、あー、ぶね、確認してよかった。こうして、ここジャンプで左側のなんかこの変な芝みたいなやつに乗るのか。まあ、反射が早すぎるぞ。ちょっと死にかけたぞ今。そうしたらまた足場的なやつが来る的な感じな感じですね。 OK ですね。これ手前降りるよりもここで着地した方が楽っぽい。 OKOKOK、 いいよいいよいいよ。でジャンプして、え、飛んで飛んで、オープンロック買っといてよ。さっきヒグレアでバッチグーですよ。ゴールドフィスト、もう黄金のフィストですよ。加藤隆かって話なんですけど、まあ、それは置いといて、この空中で使えそうなチップ、フォレストボムとキャノンぐらいかな。まあでもここはね、しっかりとボムは使っていきましょう。これ左なんかあんじゃん。なんもなさそうだなっていうか、上トゲトゲあるもんね。回避できないっていうことはなんもないっていうことなんですかね。お？え、ダメだ。処理がまた重く。くそ。このエリアでもダメだなんて仕方ない、プラグアウトだ。ネット、ロックマン。パパ、ロックマンがもう安心するんだ。たった今ゼロウイルスの解析が終了した。
ワクチンをそっちに送るからインストールしなさい。おー、ナイス。ロックマン、うん、了解。ワクチンプログラムインストール。パパ、どうだ？うん、もう大丈夫みたい。やった、パパ、これでも安心だね。ゼロウイルスの被害も、いや、できたのは現在のゼロウイルスを抑えるものでしかないんだ。現在？ゼロウイルスの解析を行ってみて初めて分かったことなんだが、どうやらゼロウイルスは時間とともにどんどん進化していくタイプのウイルスだし、だからまたすぐに今のワクチンでは対処できない新しいゼロウイルスが、ゼロアカウントから生まれ、電脳世界に蔓延することになるんだ。そんな！幸いにもナビハッキングプログラムに進化する機能はなかったから、とりあえず電脳世界の治安は回復できるとは思うが、しかし、ゼロウイルスの本体を叩かない限り、結局何も解決しないってわけか。行こう、ネット君。ここまで来たんだ。きっとゼロアカウントまでもう少しのはずだよ。ロックマン、おめえ強えよ。さっきまでヘロヘロだったんだぜ。俺だったら家で寝てるわ。ほんとナイスですね。行きましょう。ちょっと待って、ゆらゆらは戦いたくない。ここはうまいこと回避して、小ジャンプで攻めていく。小ジャンプで攻めていく。この下は行っていいのか。行こう。勇気が大事だ。こうしてゼニーを取りながら、あそこ攻撃しづらいな。どうしよう、ショックウェーブで行くか。ショックウェーブだったら多分、ショックで当たってるから。オッケーオッケーオッケー。やっぱショックウェーブね、ダイナウェーブが強いんですよね。この間までオペレートシューティングスターの実況やってたんですけど、もうコード全部 S とアスタリスクに揃えて、最後フォルテ戦やってました。で、ダイナウェーブがめっちゃ強かった。S のコードのダイナウェーブを4枚入れてましたね、僕。ラットン2。あ、ラットンが格上げしてきたな。こうして。ラットンもなんかプログラムアドバンスあるよね。トランスミッションでもあるのかな。あ、出た！ちょっと楽しいステージ。これぴょんぴょん飛べるやつじゃないの？違うのかな？え？ちょっと待って。どうなの？これ、弾かない？あ？反射しない？なんでエレキマンの、ドーダーダーラビリングじゃダメだよ。そう、ダーちょっと待って、これ上行けんじゃん。途中のとこ上行けたんだけど。あれ？あ、マジか。あ、マジか。あら、まあそうですか。あら、とっつぁん。いやね、ちょ、見てて。ここ来たでしょ？あ、ここから来たんだっけ？この下だっけ？ここ来たでしょ？こっから、ここ登って、はい、はい、登れたー。登れた、まさかの登れた。これは、え？足場、あれか、ベルトコンベアか。なるほどね。これ行くの大変そうだけど、多分なんか、あ、行って、やべやべちょっと、やべ。強引に通ったわ。ちょっと待って、これフォレストボム。フォレストボムであいつのオーラ剥がして倒しちゃいたいけど、こういう時に限ってこねえんだな、これが。こういう時に限ってこねえんだな、こういうの。そうしたら、とりあえずリカバリー80使って全回復しちゃって、もう無視するか、あいつは。しょうがねえ、スルーでいこう。で、これジャンプの高さ悩むな。うわ、痛い。大丈夫。いける、大丈夫、博士。これで、ヨーヨー君を倒していく。オッケー。左側になんかミステリーデータあった。あ、上から来た方が安全だよみたいな感じだったのかな、もしかして。まあでも結果的に来れたんだったらね。アイテムの取り残しとかもないんでいいでしょう。うわー、ヨーヨーじゃん。まあ、ヨーヨーじゃん。いやでもヨーヨーで守っててもショットガンのさ、この爆風って奥に行くから意外とショットガン相性いいんじゃね、こいつと。スリーウェイも割とありなのでは。いや、これ片方だけ撃ち落として片方うろうろさせてるっていうのが正解かな。まあでもいいや、とりあえずバトルチップ、ゲージ溜まんないとどうしようもないからな。クイックゲージとか持ってるっちゃ持ってるけど、なんか、中ボスとかで使っちゃうのはさすがにもったいない感がある。あれ？これさ、もしかして奥のコアみたいなとこ攻撃しないとダメージ入ってないパターンか？ありえるな。いや、ありえるな。ちょっと待って。どうする。リカバリー一応持っておくか。このくらいでいって、だってなんか、ダメージ入ってない時のエフェクト出てるもんね、これ。なんか意味ないですけど何かみたいなエフェクト出てるもんね。ちょっと待って。マジそういう感じ？ V ガンなら、あ、V ガンならでも奥のコアに一応当たってんじゃないの、これ。どうなの？当たってるの？当たってるの？どうなの？なんとか言って。ねえ、私のことを無視しないで、なんとか言って。ちょっと待って、本当に当たってんのかこいつ、わかんない。 HP 表示とかないからさ、今のは多分当たってない。それはわかる。この辺も当たってない。ちょっと待って、ちょっ
と近くで爆発させて爆風で当てるみたいなのが理想的なパターンなんだろうけど、オッケー当たってた、よかった、地味に強かった、リカバリーしとこう。あーゲージ足んない、ゲージ貯めるか。オッケー溜まったね、先進もう。ヘブリガンあるけど、あとちょっとだな。これ落ちたらトゲトゲありそう。あ、ないのかこの感じは。ない、あ、ボス戦か、体力回復あるからボス戦だな。まあ一応バトルチップ変えられる。変えてから行くか。バリア、プログラムアドバンスは次で揃いそうだね。じゃあ、範囲キャノン。バリア、範囲キャノン、ミニボムにして、あとここら辺を適当に消費するって感じで行ってみようか。あ、でもバトルもこれさ、もしかしてだけどバトルも重力や。あ、僕に勝てるとでも思っているのかい。お前見たな、お前いたな、お前ん。ここまで来れるナビがいるとはね。おや君はスターマン、ん、あの時のナビかい。しつこいね君も。そうか、やっぱりお前が犯人なんだな。犯人、何のだい。とぼけるな。ゼロウイルスをばらまいたのも、ナビハッキングプログラムをばらまいたのも、同じ奴だってパパが言ってた。お前、いや、お前をオペレートしてる奴が犯人だろう。オペレートね。まあいいや、僕のやることは決まってる。どっちにせよゼロに近づく奴らをタダで返すわけにはいかないからね。ゼロ、それがゼロウイルスの根源なのか。さーてね、じゃあそろそろ行くよ。君とおしゃべりばかりしてるわけにはいかないからね。へっ、俺たちを舐めるなよ。ロックマン、バトルオペレーションセットイン。え、俺60やってんだけどガチで0でなんか、もしかして。あー、え、それはお前回避できねえさ。あ、回避できないことはない。ただこのステージ重力普通だ。これ、え、これ、あ、ちょ、ナイスバリアなんだけど、バリアナイスだったんだけど今の。これさ、攻撃当たってる時と当たってない時もしかしてあります。もしかしてなんですけど、あなた自分が攻撃してるタイミングじゃないと攻撃当たんないタイプの時ですか。そういうタイプね、よくいるんですよね。あー、今のはミスったな。今のは純粋にヘタッピーだったな。あ、これあれだ、本当に攻撃してる時じゃないと攻撃当たんないタイプの時だ。今のはタイミング良かったのかな。なるほど、横に来るとこいつ、あ、攻撃してくるやつって思ってなんか回避行動を取るわけだ。 OK、 分かった、お前の動きは分かった。多分もう勝てる。ハーフエネルギーで一応回復だけ入れておいて、こうしてこう打ってくるタイミングで、バカほど多いな。ちょっと待って、あいつの発動の場所を見るべきなのか。いや、そろそろ倒れてくれ。やばい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 、死ぬ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 。でもあと一発、え、今の避けやがった。お前、あちゃー、攻撃パターンさえ掴んじまえばこっちのもんって話ですよ。ただね、ハイキャノン使い終わっちゃったんでキャノンしかないんですけど、攻撃力が足りないのだけがちょっと怖いんですけど、まあ行ってみよう、行ってみよう、やってみよう。あ、やべえ、ドリーム騒動が当たる気がしない、これ。いや、ちょっと待って、ドリーム騒動もったいないことした。ちょっと待って待って、普通にすげえもったいないことした気がするんだけど、やばい、やばい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 、適切なチップがない。やばい、チップ使い落ちた、どうしよう。ちょっとこれでなんとか行ってみよう。遠距離系で一応6発あるけど、多分すぐ足りなくなるから攻めなきゃいけない。ただ1発目のストリームアローだけはこれは確実に入れたいですね。オッケー、ナイス、当たった、よかった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 。今完全に外したと思ったもん。よっきょっきょ、ラッキーラッキーラッキー、くそ、ちょ、よしよしよし、いいよいいよ、ここでもう一発。ああ、でも要は消えた直後だったらいけるってことは、このタイミングとかいいんじゃないの。あ、そういうことね。オッケーオッケー、あ、バトルチップもなかった。そうしたらソード、ワイドソード、ロングソードでドリームソードも作っておくけど、ラビリンとかスモールボーム、てかラビリンが効くのかな。効いたら相当使えると思うんだけど。ナイス、ドリームソード入ったね。やべ、あ、ラビリン入るじゃん。むしろラッキーは横同じところにいないから時間差って入りやすいとか、そういうことか。ちょっと待って、これいけるぞ、これいけるぞ。ハーフエネルギー使っておいて、ラビリンも時間差アタックで、これ攻撃どう向いてこいできるんだね。どうしたらいいのこれ。もう逆に聞くけどさ、どうしたらいいの。スターマンさん教えて、聞いちゃうよ君に。無理でしょ、キロッコに。
こっちとら普通のナビやぞ。普通ではないな、普通ではないけどナビやぞ。ちょっと待って、ハーフエネルギーもう一回使っておく、もう一回使って回復しておいて、ギリギリでジャンプして、避けながら、おっとっと、ここから、あ、ジャンプしなかったらこれ当たるのか、そういうこと？逆によ、こういうことだわ、なるほどね、横に来るから避けるってことは、逆にジャンプしなかったら避けないのか。はぁ、なるほど、面白いな、スターマン。ちょっとまた戦ってみたいな。そうか。君がワールド3をやった。青いナビだったんだね。この僕がやられるなんて、さすがだね。だけど、いよいよ、あの男の目的は。ん？あの男？誰だ？意味深なこと言っていなくなりやがったな。もう一回戦いたかったんだけど。え？負け惜しみだ。よし、ロックマン、先へ急ごう。ゼロアカウントに入って、ゼロウイルスの本体を倒すんだ。うん。でも、スターマン、最後に何を言おうとしていたんだろう。まあ、気になるわな。で、Z だからもうこれで多分最後のコードだろうね。下に分岐あったからそっちだろうね。OK、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。スターマン結構楽しかったですね。これでゼロアカウントに入れるのかな？てかゼロってマジあいつなのかな？楽しみにしておきたいと思います。じゃあよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。